今日はですね、今も昔もずっと日本の大動脈として活躍を続けている東海道本線を全線乗り通したいと思います。シンプルにうまいやつですね。浜松から乗車するのは普通列車の豊橋行き、こちら大垣車両区の Y11 編成です。この先は JR 東海の一番端、米原まで大垣車両区の車両にお世話になります。さあ浜松駅を発車いたしました。しばらくはこのように、まあ、高架線、浜松の市街地というか、まあ、街の中はこのように高架線を走っていきます。次の駅高塚駅まで全面展望ノーカットでご覧ください。しばらく走っていくと高架線から地上に降りていきます。そして線路がこのように広がっております。西浜松の駅です。貨物駅なんですけれどもね、運転手さんの航路表には西浜松の通過時刻も確か書いてあったような気がしましたけれども、旅客用の時刻表にはね、当然西浜松は書いてないんですが、このような貨物駅もあるということです。コンテナが積まれたりしておりますね。はい、そして列車は高塚駅に到着です。 JR 東海らしいというか、まあ、JR 東海のブレーキのかけ方、また東とは違ったような感じも楽しめるということです。高塚駅に到着です。秒数まで運転手さんの心に乗ってるので、それでどうなんだろうって見てたら、すぐさすがですね、本当にブレーキのかけ方とかも JR 東日本とかとやっぱ違いますよね。どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃないですけど、東はガッとかけてするので10点引いていくんですけど、今今回は4段入れてちょっとずつ引いてって結構緩みにくくなります。時間がかかるとか、まあ乗り心地がどっちがいいとか、それぞれいいとこ悪いとこあると思うんですけど、いつもの街
町じゃないとこに来たなっていう感じがします。列車は間もなく荒井町の駅に到着です。浜名湖の近くの駅ですね、うなぎとかで有名な浜名湖でございますけれども、新幹線からはね見たことありますけれども、こうやって在来線で撮るとまた違った感じがして面白いものです。前からやってきた上り電車、これ回送だったかもしれませんけど373系でございます。特急用の車両ではありますけれども、特急以外にもホームライナーだったりでも使われている、結構何でもできる方かなと思います。昔はムーンライトながらにも使われていましたよね。最後の方はね JR 東日本の185系で運転しましたけれども、この373系でムーンライトながら運転していた時期もありました。さあ荒井町の次の駅は鷲津でございます。はい、こちら新所原の駅でございます。天竜浜名湖鉄道が横に、車両も止まっていますね。1本目の動画の掛川駅のところで説明しましたよね。天竜浜名湖鉄道っていう路線が分岐してるんですよという話をしました。東海道本線よりも山側を走っている天竜浜名湖鉄道、この新所原の駅で再び東海道本線に合流というか、まあ、ここで終点という形になっております。湯河原の一つお隣、熱海から長く続いた静岡県でございますけれども、この新所原の駅が静岡ラストの駅でございます。次の二川駅から愛知県に入ってまいります。静岡は長かったですね。はい、新幹線やはり早いということです。横を猛スピードで走り抜けております。のぞみかひかりかこのようにビュンビュン走っております。まあ普段乗ってるのはあちらですからね、いつもあんなに早いのに乗っていたんだなと、こうやって外から見るとね改めて思うもんでございますけれども、車掌さんからの長いアナウンスも流れてきております。まもなく豊橋でございます。大きな駅に到着する前は車掌さんのね案内放送でも接続列車のご案内ということで、新幹線東京行きが何時何分、名古屋行きが何時何分みたいな放送が長々流れるということで、こういうのを聞くと、あ、大きな駅にまた一つ来たんだなと感じるものでございます。まもなく豊橋でございます。豊橋まで来るとね、さすがにもう豊橋からはもう名古屋もすぐということで、遠いところまで在来線で来たんだなという感じもしております。そしてこのように線路も面的に広がっているということですね。このような大きな駅まで来たんだなとまた実感をしております。豊橋駅に到着です。豊橋でございます。新幹線が地上走ってるっていうのはちょっと面白いですよね。高架とかですよね、大体豊橋はいろいろわけあって地上なんですけど、今名鉄電車来ましたよ。はい、ここもまあいろいろわけあって、名鉄があの JR のホームの中の一部を借りに使ってるみたいな状態で、ちょっとあの名鉄はあのダイヤに制約が設けられてるんですけど、確か1時間に6本だったかなしか運転できないみたいな。飯田線とあの線路途中まで共用してるので、まあいろいろ大変なんですけど、まあそんな感じで、まあ名鉄見たらまあ名古屋来た感じになりますよね、やっぱりね。はい、ということで豊橋でした。ありがとうございました。ここでもう一食行きましょう。行きましょう。30分前に餃子弁当食べたんですよ結構お腹いっぱいですよまあ行ってみましょう。豊橋駅までお世話になったこちらの Y11 編成は折り返し再び浜松まで戻るということになりました。方向幕かな、こうくるくるしてまた浜松になったということです。この駅では何紹介します？弁当ですか？またきれいね、スイーツですね。スイーツです。ちょっとお腹いっぱいに。お腹いっぱいです。ブラスの方はご存知なんですかね、有名なのかな。いただきます。あ、おお、はい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 、はいはい、王道ですね。ふわふわですね、すごい美味しい。甘すぎない、ちょうどいい。頑張りましょう。頑張ります。これより先の区間は東海道線の最後、神戸まで快速列車が充実している区間になります。まあ名古屋の都市圏と大阪の都市圏ですからね、まあ、それだけ本数も多いということなんですけれども、豊橋から乗車するのはこちら快速電車の米原駅でございます。ここまではみんな結構普通電車でしたよね。まあ最初は東海道線はね川崎とかのあたりも飛ばしてますけど、全部普通電車でも、こっから先はですね快速米原駅で米原まで行きまして、そっから先は JR 西日本の新快速で神戸です。ここからガツガツ進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあついに始まりました、東海道本線の快速列車米原駅で豊橋から米原までおよそ2時間ほどかけて向かいます。途中には名古屋や岐阜、大垣といった町を通過していくわけでございますけれども、まずはこのように豊橋駅を発車しております。豊橋を出ると最初の停車駅三河宮でございます。こちらは快速列車の停車駅だったり通過駅だったり、まあ違いがあるんですね。この乗車中の快速列車前原駅は三河宮停車ですけれども、ものによっては通過する列車もあると、乗車の際には十分に注意していただきたいかなと思います。
さあこちら蒲郡の駅でございます。横に名鉄の駅看板見えておりますね。蒲郡ですけれども、こちら名鉄蒲郡線の蒲郡駅すぐ横にあるんですね。名鉄本線が豊橋から名古屋さらに岐阜まで、まあ、JR 東海道本線と、まあ、競合関係にあるのかなと思いますけれども、良きライバルといったところでしょうか。ただね、この名鉄蒲郡線は支線ですので、まあ、必ずしもライバルかどうかっていうとまたねちょっと違うのかなとも思いますけれども、そんな感じの名鉄蒲郡線の蒲郡駅でございました。それから先しばらく高架がこのように並んでいるということです。こちらは岡崎の駅でございます。岡崎発名古屋方面行きの電車の設定もありますから、まあここの岡崎から先一つ本数がまた増えるような区間に入っていくのかなと、だんだんね少しずつお客さんも増えてきて、この先名古屋に向かって人の流れがあるということです。さあ安城の駅を通過しまして、安城を出ると次快速列車刈谷に止まるんですね。安城の一つお隣には三河安城っていう駅があるんですよね。あの新幹線に乗車するとまあ皆さんわかると思いますけれども、この電車は先ほど三河安城を時刻通り通過いたしました、次の名古屋まで残り10分ですみたいな、まあそういう放送ありますよね。そういうのが聞けるあの三河安城でございますけれども、この東海道線の快速列車、まあ他に新快速列車もそうですけれども、三河安城は通過でございます。どういうこっちゃって話なんですけれどもね、新幹線が止まる三河安城にこの電車止まらないということ新幹線の小玉が止まる駅に在来線の快速列車が止まらないという面白い展開になっております。こんなわけで、三河安城駅現在通過しております。まあホームはこんな感じと、新幹線の高架もねこれ見えておりますよね。まあ新幹線の三河安城と在来線の三河安城若干距離あるんですけれども、ちょっと離れてるかなという感じで三河安城のご紹介でした。さあ列車は刈谷に到着です。刈谷で各駅列車と接続を取って、まあここで一つまたお客さんも増えてくるのかなと思います。お隣に見えてる赤い電車、こちら名鉄三河線の電車ですね。名鉄の地流から分岐してやってくる支線でございます。まあこういうところもねちょっと乗りたいかなと。名鉄はねなかなかちょっと面的に路線が広がってますから、環状をねするのも大変かなという感じはするんですけれども、また乗りに行きたいなと思っております。列車は金山に到着です。金山総合駅ということですね。はい、ついに名古屋ももうすぐそこというところまで来ております。金山を出まして、名鉄線、JR 中央線、そして東海道新幹線と高架がどんどん集まってきて、名古屋に向かって太い線路がこうやって続いているということでございます。名鉄とかね中央線と並んでくれたらいいかななんて思ってましたけど、まあそんな都合よくいかないということで、このように線路がたくさん並んでいる様子だけでも見ていただけたらなと思います。そしてさあ青波線の列車も見えてきました。これリニア鉄道館に行くときに使う列車ですね。それからまあ特急シナノだったりも止まっております。 JR 東海の管内で一番の主要駅と言っていいんじゃないでしょうか。名古屋駅に到着です。豊橋からまあここまでだいたい1時間弱かかりましたね。はい、名古屋に到着です。名古屋の次の停車駅、こちら尾張一宮でございます。横には名鉄線の名鉄一宮駅もあるんですね。まあこちら名鉄一宮駅は名鉄の本線の駅ですから、まあちょうどライバル関係にあるのかなと思いますけれども、はい。こちら高架線から眺めているのは岐阜の街並みでございます。岐阜を発車した直後の映像だと思いますけれども、岐阜から先快速列車は終点の米原まで各駅に停車となります。さあこちら渡っていますのが長良川でございます。首都三線の一つ長良川です。さあ大垣に到着でございます。ここでどうも乗務員交代があったみたいですね。というかまあ豊橋から来て名古屋で一度乗務員交代をして、この大垣で再びまた乗務員交代ということになっております。岐阜、さらにまあ大垣を越えるとまあ少しというかかなり山という感じになっております。通るのも大変なようなところなんですけれども、列車は関ヶ原に到着でございます。新幹線でいうと雪でねちょっと苦しめられるような区間ですよね。冬の期間になると、まあ、関ヶ原で雪が降って新幹線列車遅れるなんてこともまあよくありますけれども、東海道新幹線は雪のね対策がなかなか結構大変で、まあ昔からある路線ですからね、そういうところが結構大変だったりするんですけれども、いろいろと対策をとっております。そんな雪で有名な関ヶ原でございます。さあこのように緑もだいぶ増えてきております。豊橋からずっとね町をまあ名古屋岐阜とまあ来ていたわけですけれども、ここで熱海とかその辺り以来のこの山らしい東海道線にしては珍しいような区間になってくるのかなと思います。さあ鮫貝の駅にそろそろ着こうかというところでございます。鮫貝は米原の一つ手前ですからね、もうあ JR 東海も終わりなんだ、長らくお世話になりましたと、まあそういうような気持ちになってくるようなところでございます。鮫貝です。さあありがとうございました。列車は米原、終点の米原に到着です。名古屋からまたここまで1時間程度といったところでしょうか。豊橋からトータルで2時間お世話になりました。 JR 東海の快速列車米原駅、終点の米原に到着です。ここから先は JR 西日本にバトンパスということになります。ありがとうございました。はい、米原に着きましたということで、午前9時37分からお世話になりました。 JR 東海はここまでということで本当にありがとうございました。
これより先の区間はね、我らが JR 西日本の新快速、我らがって別に僕関西人じゃないですけどJR 西日本の新快速に乗って最後神戸まで行くということになっております。今回のね工程で一番楽しみだったのはこの西日本の新快速ですので、電光掲示板も西の仕様になっております。そして足元はこの白色三角印ね、これもあの西の西といえばということで、引き続きよろしくお願いします。ということはじゃあ最後のグルメ紹介が、はい、どうですかお腹は。いけます多分、うん、駅弁をね買おうと思ってね、在来線の構内でまあ見て、まあ売り切れてて、じゃあ一回出場するべっつって出場して、それであの外のね駅弁売ってるところで見てもそこも売り切れで入場券をねわざわざ買って、あの新幹線の構内に入って、そしたらありましたんで、入場券300円もかかってるお弁当ですからね西日本の放送を置かずにこれをいただくと、こんな感じでございます。てるるってれ、おお、いただきます。お待ちください。大阪までの能登川大井八幡、サーモン大好きなんですよ。もう幸せ、これはうまいわ。今日いろいろ食べましたけど、どれが一番美味しかったとかあります？好みで言うとこれがね、好きですけど、餃子も美味しかったし、熱海の鯛めしも美味しかったし、うなぎ美味しかったですよ、うなぎ。あ、うなぎ、じゃあ次ちょっと浜松でうなぎ食べます、はい。